氷と五香、宮沢賢治。ええ。雪と月明かりの中を汽車は一心に走っていました。赤いビロードの頭巾をかぶった小さな子が毛布に包まれて、窓の下の飴色の壁に上手に立てかけられ、まるで寝床にいるように足をこっちに伸ばしてすやすやと眠っています。窓のガラスは透き通り、外はガランとして青く明るく見えました。まだ8時間あるよ。ええ。若いお父さんはその青白い時計を食器のポケットに挟んで靴をカタッと鳴らしました。若いお母さんはまだ子供を見ていました。子供の頬はリンゴのように輝き、リンゴの匂いは部屋いっぱいでした。その匂いは、けれども、あちこちの網棚の上の本当のリンゴから出ていたのです。まことにリンゴの蒸気が部屋いっぱいでした。ここ、どこでしょう？まあ、岩手県だよ。あの山の上に白く見えるのは雲でしょうか？雲だろうな。しかし、凍っているだろうよ。吹雪じゃないんでしょうか？そうだな。あそこだけ風が吹いているかもしれないな。けれども、風が山のパサパサした雪を飛ばせたのか、その風が水蒸気を持っていて、あんな山の稜の一層冷たいところで雪になったのかわからないね。そうね。月明かりの中にまっすぐに立った電信柱が次々に何本も何本も走って行き、煙の影は黒く雪の上を滑りました。車室の中はスティームで暖かく、わずかの乗客たちも大抵眠り、もう12時を過ぎていました。今夜は外は寒いんでしょうか？そんなじゃないだろう。けれども晴れてるからね。こんな雪の野原を歩いていて、今頃こんな汽車の通るのに出会うと、随分羨ましいような懐かしいような変な気がするもんだよ。あなた、そんなことあって？あるともさ。お前眠くないかい？眠れませんわ。若いお父さんとお母さんとは一緒に子供を見ました。子供は熟したように眠っています。その唇はきちっと結ばれて、鮭の色の谷か何かのように見え、少し飛び色がかった髪の毛は濡れたようになって額に垂れていました。おい、あの子の口や歯はお前に似てるよ。目はあなたにそっくりですわ。山の雪がこうこうと光り出しました。と思ううちに、いきなり汽車は真っ白な雪の丘の間に入りました。月明かりの中に、確かに柏の木らしいものが、たくさん枯れた葉をつけて立っていました。そして、みんなは眠り、若いお父さんとお母さんもうとうとしました。山の中の小さな駅を素通りするたんびに、ガタッと横に揺れながら、汽車は一心にその七しぐれの傾斜を登っていきました。そのまどろみの中から、二人は変わる変わる、やっぱり夢の中のように目を開いて、子供を見ていました。リンゴの蒸気がいっぱいだったのです。電灯は、青い輪をつけたり、青クジャクになって羽を広げ、子供の天蓋を作ったりしました。ごと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 、汽車は一心に走りました。おや、変に寒くなったぞ。しばらく経って、若いお父さんは部屋の中を見回しながら言いました。電灯もまるで暗くなって、タングステンがやっと赤くほとぼっているだけでした。まあ、スティームが通らなくなったんですわ。若いお母さんもびっくりしたように目を開いて、急いで子供を見ました。子供はすっかりさっきの通りの姿勢ですやすやと眠っています。どうしたんだろう。ああ、寒い。風邪をひかせちゃ大変だぜ。何時だろう。ほんのとろっとしただけだったが。時計の黒い針は、かっきりと夜中の4時を指し、窓のガラスはすっかり氷で曇っていました。月が車室のちょうど天井にかかっているらしく、窓の氷はただぼんやり青白いばかり、電灯は
一層暗くなりました。寒いね。もう一枚着せよう。そんなら私のコートやりますわ。コートなんかじゃ着ないも同じこったよ。黙って起こしておやり。帰って一遍起こした方がいいよ。同じ姿勢でばかりいたんだから。ええ。ですけど大丈夫ですわ。街灯はお脱ぎにならなくてもいいのよ。若いお母さんは窓際から子供を抱いて立ち上がりました。毛布は暖かい抜け殻になって残りました。子供は抱かれたまま、やっぱりすやすや眠っています。まあ、着せとけよ。どうせ俺は着てなくったって寒くないんだから。お父さんは立って席の横に出て、街灯を脱ぎながら言いました。毛布の中へ包めばいいよ。そら。汽車は、峠の頂上にかかったらしく、青い信号灯や何かがぼんやりと窓の外を過ぎ、子供はまた窓のところに、前より少しうつむいておかれました。深く息をしながら、やっぱりスースー寝ています。確かにそこは峠の頂上でした。にわかに汽車のあえぐような歩調がなくなり、速さは加わり、まっしぐらに傾斜を下っていくらしいのでした。まもなく電灯はさっと明るくなり、スティームも通ってきて、暖かい空気が窓の下の隅から紐のようになって登ってきました。若いお父さんとお母さんとは安心して、またうとうと眠りました。外が冷えてきたらしく、窓は湯気が凍りついて白くなりました。そしてまた、夢の合間合間に、電灯はまばゆい青くじゃくに変わって、門のついた尾羽をギラギラに伸ばし、その美味しそうな子供を食べたそうにしたり、大事そうにしたりしました。ごと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 と汽車は走ったのです。そして、いつか汽車は止まっていました。盛岡5分停車、盛岡5分停車。それから、カラコロセメントの上をかける下駄の音。確かにそれは明け方でした。今朝、ずいぶん冷えるな。犬の毛皮を着たり、黒いマントをかぶったりして、8、9人の人たちが、どやどや射室に入ってきました。その人たちの頭巾や襟巻きには、氷が真っ白な毛のようになって結晶していて、ちょっと見ると、ヤギの毛でも飾りつけてあるようでした。いつか窓はすっかり白く明るくなりました。電灯も水のようでした。夜が明けましたわね。うん、すっかり眠っちゃった。ここどこでしょう。盛岡だろう。もうじき日が出るよ。ああ、すっかり眠っちまった。窓は一面、卵か何かの葉の形をした氷の結晶で飾られていました。記者は立ち、あちこちに朝の新しい会話が起こりました。けれども、味噌サザエなら打てるでしょう。いいえ、味噌サザエのような小さな鳥は弾丸で形もなくなります。窓の卵の葉の形の結晶の隙間から、東の空の琥珀がかすかに続いて見えてきました。7時頃でございましょうか。ちょうど7時だよ。もう7時間。なかなか長いね。子供が目を覚まして舌を出しました。おう、いいよ。泣かないわね。ずいぶんねんねしましたね。さあ、お乳をあげますよ。よっと。お母さんは子供を抱きました。そんなに舌を出してはばけてはいかん。若いお父さんはトランクから用事を出しながら言いました。窓は暗くなったり、また明るくなったり、汽車はごとごと走りました。お父さんが洗面所から帰ってきました。にわかに、さっと窓が黄金色になりました。まあ、お日様がお昇りですわ。氷が北極光の光に見えますわ。極光か。この結晶はゼラチンで型をそっくり取れるよ。茶室の中は本当に暖かいのでした。ここらでは、汽車の中ぐらい立派な家はまあありゃせんよ。いやあ、まったく。こう、まるで病院の手術室のように暖かにしてありますしね。
窓の氷からかすかに青空が透いて見えました。まあ美しい。本当に氷が飾り羽のようですわ。うん、綺麗だね。向こうの横の方の席に腰掛けていた千六夫婦は、しばらく自分の前のその氷を見ていました。それから爪でコツコツこそげました。それから息をかけました。その透き通った氷の穴から黒ずんだ松林とバラ色の雪とが見えました。さ、またお座りね。子供はまた窓の前の玉座に置かれました。小さなアルヘイタウのような美しい赤と青のブチのリンゴをお父さんは子供に持たせました。あら、この子の頭のとこで氷が五光のようになっていますわ。若いお母さんはそっと言いました。若いお父さんはちょっとそっちを見て、それから少し泣くように笑いました。この子供が大きくなってね、それからまっすぐに立ち上がってあらゆる生き物のために無上菩薩を求めるなら、その時は本当にその光がこの子に来るのだよ。それは私たちにはなんだかちょっと悲しいように思われるけれども、もちろんそう祈らなければならないのだ。若いお母さんは黙って下を向いていました。子供はリンゴを投げるようにして、ばあ、と言いました。すっかり昼間になったのです。はい、ということでですね、今回読ませていただいたのが、宮沢賢治さんの氷と五光というお話なんですが、非常にですね、また文体がね、独特でですね、宮沢賢治さんの、まあ、この小説ですかね、すごいね、綺麗だなと思いました。なんだろうね、風景をこう、描く過程でですね、まあ、すごくその、風景の雰囲気で、まあ、その、若いお父さんとお母さんの心理描写もですね、同時に描きつつ、そしてですね、まあ、その子供のね、まあ、将来に対してですね、まあ、考えているようなことに対しても、この風景とか情景をね、用いてですね、うまく表現している、ね、文章だなと思いましたね。なんというかですね、まあ、少し不安のようなですね、不安じみたような要素も見せつつ、そして最後にはですね、明るい希望があるといったような、そういった証言が、されているような気がしまして、まあ、なんだろうな、すごく間接的にですね、まあ、人生のですね、まあ、浮き沈みみたいなものをですね、うまく表現しているんじゃないかなっていうふうに私は感じました。さあ、皆さんはどのように感じたでしょう。ということで、今回はこれで終了にしたいと思います。ご視聴誠にありがとうございます。チャンネル登録、高評価、コメント等お待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね、バイバイ。